島の坂本、福島の坂本に1番の井上、両者がセットで前へ叩きまして、1、2コーナー動きがあって、今度は3番高橋が下げます。2番渋谷は外目持ち出して、2コーナーからバックはちょっと坂本と高橋でもつれる前段で2番渋谷が叩きます。ジャンの3コーナーは渋谷先行体制、7番山口のところは3番高橋が切り込んでいって、あとは渡辺黒瀬ももつれて、4番坂本6番手下がりきって、井上7番手、1列棒上は2番渋谷の後ろは3番高橋がもぎ取る形で最終周回です。3番手が7番山口、4番手5番の渡辺、1センターで6番手から4番の坂本、行ってみようと仕掛けて逆襲のまくりを狙ってきました。面白い感じで4番坂本、高回転のまくりで前捉えそうだ。渋谷が逃げる3コーナー、まくった4番の坂本、その後ろ5番の渡辺乗り換えます。内目では渋谷と高橋、7番山口大外を持ち出して4コーナーから直線コース、2番車渋谷がギリギリ踏ん張りながらでゴールイン、2番の渋谷から3番高橋。残り2周で中間点、残り800で2番の長谷部翔が後ろ攻め、5番手から攻め上げて前段の関東勢を叩いて出そうか。少しピッチが緩んで4番土屋正人の出方次第ですが、関東勢は慎重に下げて4番手以降まで下がりきりました。ガクッとピッチが緩んで、ジャンの直前のバックストレッチは地元静岡勢長谷部が3車連携引いて前の位置、4車連携の関東勢は土屋正人下げて4番手、人気の上位松永5番手、土屋仁志6番手で3番若林7番手、4番土屋正人が思い切ってかましを狙って巻き返していきました。関東勢主導権です。土屋正人ロングスパートの逃げ勝負、松永2番手、土屋仁志が3番手、その後の4番手のところに入り込んだ2番の長谷部、梶原が行って若林の踏み遅れ、6番の石川最後方7番手になっています。地元静岡勢は4番手以降の形、バックを通過で3コーナー、4番の土屋正人の逃げ、これを相手に3コーナー2センター4番手から2番の長谷部が縦足まくり追い込みで前に接近中、4コーナーから直線、土屋正人先行で粘った関東勢の争い、4番の土屋正人に5番松永、4番の板垣対2番夏目のマッチアップ、初日両者とも先行しています。主導権争いはどうか。残り2周通過の1コーナー、進軍開始は難関勢2番の夏目、4番の板垣は抵抗を狙いますが、2番夏目の後ろ7番佐藤離れてまた追いついてバックストレッチです。難関勢再合流、そして4番の板垣は下げて5番手になりそう、6番の細沼スイッチして4番手です。板垣、小橋、大佐野、この人気上位3人は5番手から7番手で後ろの状況です。4コーナー回ってホームの直線、先行宣言2番夏目、2日連続先行していきます。思い切って夏目が先行、番手7番の佐藤ですが、その後の3番中井が3番手で難関勢、細沼4番手、2コーナー5番手から4番の板垣、まくりを狙って1番の小橋が微妙に離れ加減です。まくり返す4番の板垣、前で接近3コーナー、逃げて抵抗する2番夏目、徹底抗戦夏目、まくってくる板垣です。あとのはちょっと離れ気味、4コーナーから直線コース、夏目が踏ん張ったが4番の板垣まくりで捉えてゴールイン、4番の板垣の連勝。6番久保田、久々の決勝進出なるかで短期で7番手です。さあ残り2周通過、1コーナーで3番姿が上がって前叩きます。北日本3人プラス6番の久保田、4者連動で前に来まして、1番の亀井は5番手下がりきりました。前後夫人が変わってスローな展開で残り1周半です。積極先行ではないタイプの2人、姿が先頭、亀井が5番手、1番亀井の巻き返し待ちなのか、3番姿今ゆるゆると踏み上げながらでのらりくらりと踏んでいる3番姿が最終周回逃げていきます。北日本勢姿の逃げ、一方1番亀井まくりに回されて後方5番手の展開です。姿が逃げて栗林は仕事の見せ所、殿崎が3番手、久保田が4番手、その後バックの手前の5番手から1番の亀井がまくりを狙ってスパートする、乗っては4番の平田、難関勢2、3番手外に上がって5番の栗林が外に張っていく、殿崎と平田が並んで2センターから4コーナーへ、前は北日本、姿が逃げて栗林2番手です。姿が先頭、栗林追い込んでゴールイン、5番の栗林から3番の姿、田中5番手で残り2周、一旦動きかけた6番吉村は6番手へ戻っています。1走目はちょっともたつき気味でした6番吉村、機動力発揮なるかどうか。吉村マークの田中は3番三森最高峰です。1番人気の鈴木が先頭、
黒コーチ2番手、中村3番手、7番岡村4番手、この形で鐘を聞きます。あと動きそうな田中が5番手、吉村6番手、3番三森は吉村マーク、2センター通過で前4番鈴木、後ろを待ちます。5番田中が上昇、吉村三森もここに乗ってきます。ペースアップで最終周回、5番の田中、さらには6番吉村が1コーナーでかまして加速です。吉村が風を切った、田中は2番手、あとは3番手、ちょっとピンチの4番の鈴木、3番三森が外からかぶせる、2番黒コーチ5番手、中村6番手、7番岡村最後方7番手、切り抜けた鈴木、現在3番手外です。6番の吉村の逃げ、3番三森チャンス十分の2番手、差を詰めてくる4番の鈴木、前に接近だ。黒コーチは4番手から給水、4コーナーから直線、吉村粘った、あとは4番の鈴木三森捕まえてゴールイン。4番の鈴木、地元の杉沢は2番手、2番中村も1走目は逃げていました。先行実績を築き上げている真っ最中、2番中村美奈、もか3番手、あとは3番加藤が4番手、加藤の真後ろに4番の高木がつけています。高木は5番手の状況で鐘を聞いていきそうで、残り600、高木の後位の6番手は7番高橋が高木マークを取っていますが、5番の板根も高木マークをちょっと伺って高橋と競っている。前は6番荒川、1番杉沢、2番中村で、ホームストレッチ眼光状態から2番の中村が仕掛けて杉沢合わせてきます。1、2コーナーで4番の高木、5番手あたりからまくって発進です。杉沢、中村、踏み合って3番加藤は後位の3番手ですが、早めにまくった4番の高木、前へ捕まえてバックストレッチで先頭に立ちました。2写真開いて、5番の板根が切り替えマークでなんとか追っていく。その後は7番高橋が3番手、地元の杉沢3番手インコースでこらえていますが、高橋が単独3番手になりました。4コーナーから直線コースで引き離して、4番の高木、ここも順当勝ちでゴールイン。2着争い、5番の板根が踏ん張って7番高橋が3着。どこで動いてくるか、残り2周です。2対3の2分線の状況から難関勢山本健也が叩いてきます。誘導員退いて1センター通過で難関勢山本叩いて、上位人気の上原は下げての4番手、上原の動きに食い下がりたい5番山崎で、埼玉東京勢人気上位で後ろに引いた状態で今金となりました。3番山本を前の位置でガクッとピッチを緩めながら上原の巻き返しに対応しようとしています。三者連携の難関勢前の位置、山本、野村、石塚で前に行っています。ジャンの4コーナーで4番手から1番上原がダッシュ戦で巻き返していきました。1走目と同様に1番上原の巻き返しのかまし先行で最終周回、ちょっと離れている5番の山崎、隙を狙って3番の山本飛びつく形で2番手になりました。あとの3番手、内にいた2番野村、5番山崎と並んで4番の石塚後方展開です。山崎結局さばかれて、難関勢が2番手から4番手で差を詰める。上原が逃げて末の粘りはどうか、直線コースに向いてくる。1番の上原粘っています。盛り返す。山本健也差し切ってゴールイン。3番山本健也の追い込み勝ち。今残り2周通過です。前に入った3番真船マーク争いで山崎と飯島が競っています。飯島追走が木村と小林、栃岩勢が東北勢に強気に攻めかける展開となっています。2コーナーからバックストレッチ誘導のピッチ、心持ち上がってここで鐘となります。残りは1周半、人気の中心3番の真船、組み立てやすい流れ、一方ポイントは2番手の争いで、ライン連携死守なるか山崎、もぎ取るか2番の飯島、山崎飯島が並び合う状況で400を通過で最終周回です。この1コーナーでペースアップ、3番の真船インを利して1番山崎は取り切って2番手、飯島踏み遅れ、3番手スイッチは4番の木村、農研5番小林が4番手で追っていきました。離されて飯島が最後方5番手です。バックを通過で3コーナー、1、2番手は開いた、真船が逃げて突き放す、山崎が2番手取り切ったもののバテ気味で交代、4番木村が追い上げて小林もチャンス十分、直線コース、茨城同社2、3着争いだ。真船先頭でゴールイン。あとは外を伸びた5番の小林。末木率いる関東勢が前でしたが、赤番通過と同時に1番の堀内が叩いてきました。1コーナーで難関2人が前に来る。青森勢は難関勢に乗りながら、佐藤と小笠原は中段3番手4番手、引いての5番手が2番の末木、杉森6番手、オルナが7番手の状況で関東勢は後ろの形。残りは1周半、
そこそこスピード乗せながら1番の堀内前キープ、逃げそうか。一方2番の正規も5番手で巻き返しの踏み上げをしていくかどうかですが、前1番の堀内が覚悟を決めて先行勝負です。4番成木を絶好展開、2番手で最終1、2コーナーです。3番佐藤は中段の3番手、同県小笠原が4番手、2番の末木はまくり勝負、2コーナーから発進。杉森はまだ後ろ6番手の状況です。バック3番手から3番佐藤が自力まくりで動いた。4番成木を絡んで牽制する。6番小笠原、佐藤のインコース中段で5番のオルバインコースから救ってくる。末木と杉森後方外で4コーナーから直線コース伸びてくる。4番成木、杉森迫ってゴールイン。7番杉森の追い込み勝ち。7番吹沢が少し後ろを気にします。前の位置が関東勢。さあ押し上げる2番の飯田健二、下克上なるか。難関勢飯田が前に近づく。宮城勢はちょっと展開見定めながら、関東勢吹沢が下がってくるところ。2コーナーからバックは宮城勢が中段収まって、関東勢後方になりまして、吹沢が6番手、長島が7番手。ジャンスギ3コーナーから2センターで加速する地元の飯田健二、地元の意地を見せつける先行勝負になりそうだ。風を切って難関勢前段、4番桜井はまくり絶好、中段入って桜井が4番手で最終周回。吹沢溜めて6番手で出遅れています。3番長島7番手の状況だ。さあ関東勢厳しい流れ、宮城勢が中段で牽制します。6番手から7番吹沢がまくっていく。4番桜井が合わせてくる。3コーナー2番の飯田が逃げて難関勢主導権に、中段から4番桜井まくり追い込みで1番の和田も乗ってくる。長島まだ後方展開で4コーナーから直線コース、難関勢対宮城勢ですが、桜井のまくり、和田が迫ってゴールイン。4番桜井、1番の和田、宮城両者。6番の早坂、ここは意識しながら高橋を内に封じ込めまして、関東勢と東北勢は中段3番手以降で並び合って、前段難関両者、小野正義、五十嵐力、南関東の2人が前で展開待ち受けながらで、金の前後で6番の早坂進出開始。一方2番高橋は後方6番手、3番小野がちょっと突っ張りながらでも6番の早坂が叩いていって、難関勢関東勢が勝負して、あとは2番高橋がホーム6番手から動きます。早坂が外に振って牽制する。それでもこらえていきながら2番高橋加速して先頭に変わってバックストレッチです。高橋が高速発進、力強く先頭、番手7番竹内でこの2人が出切って、3番手切り替えは1番の神山、4番稲村、4番手早坂交代、難関2人は6、7番手で出遅れました。前は高橋高スピード直線コースに向きまして、よく粘った2番高橋粘ってゴールイン。押し切りました2番高橋。2着7番竹内。